はい、それではね、ピンクパンサー、ピンクパンサーの方ですけどもね、一応シャーシの部分はこのように出来上がりました。こんな感じでね、まあ、色を塗ってね、一応色を塗りましたんでね、こんな形ですね。はい、こういう形、こんな形ね。でそれでね、一応、まあ、タイヤの方もね、こんな形で、まあちょっと雑ですけども、こんな感じで塗ってね、まああとはタイヤの方は、まあこれ前と一緒あるんですけど、こういう形でね、まあ、つながるっていうものです。はい、こんな形でね、この次がね、この次がタイヤを取り付けていって、これね、今色塗ったんですけども、これね、シャーシね、デミグロスブラックで塗りました。まあ、これをあとね、組んでいけば、まあ、下の方のシャーシとタイヤの方は、まあ、これで出来上がりとね、いう形ですね。こんな形ね。はい、ということでございます。まあ、徐々にね、これもね、まあ、出来上がっていきそうだなっていう感じでね、作業の方をね、進めていきますんで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、ピンクパンサーのね、一応こちらまでね、またちょっとシートの方をね、組み上げてみました。こんな感じ、シートとちょっとね、この辺レバーの方ね、こちらの方を組み立てましたと。それとキャビンのね、前の部分もね、まあ、まだこれだけですけど、これもね、一応組み立てました。こんな感じでございます。それではね、まあ、ちょっとタイヤの方ね、接着していきたいと思います。まあ、そんなね、難しい工程ではないんで、まあ見ると、こんな感じでね。これね、前と後ろ違うんでね。こういう風になってる方がね、前なんですよ。で、これをね、なと思いますね。まあ、こんな感じで、こんな感じでね。これ溝がありますんでね。これね、溝があるんで、この溝とこっちを、ね、合わせて、こんな風に、ね、接着ですね。これね。うん、一応ね、こういう風にね、塗装はね、一回この剥がしたんですよ。じゃないとくっつきにくいんで、ね。まだ不安定かな。ちょっとやっぱし少し時間を置いた方がいいかもしれないね。そしてこっち側かな、こっち側ね、こっち側もこんな感じで、これで溝に合わせて、少しね、時間待った方がいいかもしれない。こんな感じ、こんな感じ、ね。で後ろの方は特に溝とかっていうのはないんで、このままね、はめていけば OK です。はい、よいしょ、こういうね、これね、これね、スペアタイヤからね、スペアタイヤつけたってどうなのかしら。ちょっとぐらつきがあるから、ちょっとね、あれかもしれない。こんな感じで、こういう形でね、よいしょ、こんな感じですね。これをちょっとね、
いじらないで、触らないでね、このままちょっとしておいた方がね、いいと思いますね。はい、こんな感じです。はい、ということです。はい、それではね、今ね、まあ、こちらの方も組み立てていったんで、なんていうのかな、まあ、いろいろとね、こちらの方をね、まだね、組み立てていきたいと思います。はい、今はね、ちょっとね、こちらの方までね、進んだんですけども、あと、こちらですね、こちらの方のね、前の方をね、ちょっとね、組んでいきたいと思います。はい。ということでね、また組んだらね、ちょっとね、動画の方をね、お見せいたしますんでね、よろしくお願いいたします。はい。はい、それではね、これピンクパンサーの方ね、一応ね、また、こちらまでね、組み立てました。こんな感じ。ドピンクでございます、まだ。はい。でね、まだ若干のね、小物がありますんで、これを少しずつね、組んでね、いきたいと思います。はい。まず、これシートかな。まあ、シートを、ちょっと取り付けるかなって感じですね。こんな感じで。よいしょ。これがね、こうシートね。これで十分だと思います。これをね、ここにポンと、よいしょと、こんな形でね、これをね、こんな形でつけました。はい。そして次にジェリカンを。ジェリカンがね、確かね、向きがあったんじゃないかなと思ったんだよな。あったあった、こんな感じかな。どこ行った、どこ行った。ジェリカンの向きはどこ行った、ジェリカンの向き。あ、まあ、ジェリカンってこれね。これこれこれ、まあ、蛍光管、これがね、こちらの方ですね、こちらの方にこういう風になるということです。これまだ本式にはくっつけてません。ジェリカンがここにつくということですね。これはこの流し込みでいった方がいいかなとね、思う感じですね。ここにこんな感じで、よいしょ、蛍光管ね、こういう形ね、よいしょ。でこっち側にもジェリカンをこうかな、こんな感じかな、こんな感じでね、感じで行きましたね。はい、これね、ぐらぐら動くで、これまだね、ここね、接着してないの、これ、ここここね、やっぱちょっとぐらぐら動くとやりづらいよね。接着剤で、よいしょと、こんな形で、うん、固定しちゃった方が楽かなっていう感じですね。よし、こんな感じ、こんな感じで、そしてね、これね、これ後ろの鉄砲のやつね、後ろの鉄砲のやつは鉄砲だとよ、うん、後ろの鉄砲はね、ここだね、ここにこうつくんだよ。あ、ごめん、見えなかった。こう、これ、こういう形。うん。で、これを、みやっと、
流し込みで流し込みでちょっと暗くて見えないね。こんな形で取り付けました。おなかなかね様になってきたね。これね武器とか装備とかつけるとね、なんか最初見た時なんかピンクでなんかあれかなと思ったんですけど、まあ、装備つければね結構まあかっこいいね形になってきましたね。はい、ということで装備の方をねちょっと進めていきます。はい、はい、それではね一応ね部品等のものはねつけました。こんな形です。はい、ドピンクで用紙等はまだこれは入れていない状態ですね。一応ね形的にはねこれ完成になります。はい、こんな形後ろと真上から見たのが前と、そしてこれちょっとなんか足りないなと思うでしょ。これねここのタイヤ探したけど どっか行っちまったという、うん、多分ね後で探してつけますんでね、ちょっと今ここのタイヤついてませんけどこんな形です。はい、でねこのモデルをね作った感想はですね、これもね、まあ、作りやすいねモデルでした。これも正直言って、はい、作りやすいですね。はい、でね色なんだけども、まあ、僕はねこの、まあ、ピンクパンサーだから、まあ、今ねこのピンクの状態にはしているんですけども、これ説明書にね最初の方にも説明したんだけども、なんていうのかな、これひょっとしたらね自分思うんだけど、これピンクパンサーだけどピンクの色にねしない方がやっぱちょっとミリタリーらしさはあるんじゃないかなとは思うんですよね。まあそれかこれのねあれに用紙塗装をすればちょっともうちょっとねミリタリーらしくなると思います。まあ、今回はこのもうドピンクのまんまで皆様にちょっとお見せしようとしたところでございます。ちょっとねやっぱちょっとピンクだとちょっとミリタリーらしさがちょっと欠けるからなんかおかしいなっていうね感じもしないでもないんですけどもね、まあこういうモデルです。はい、で非常にね作りやすくてねおすすめキットでございます。これも値段もそんなに高くありません。デカールがないっていうのがね不思議なんですよね。まあそういうことで普通ねこの辺にデカールあるんだけど、この前の数字のとこねこれもないの。あとで黒く塗ってくださいとかって書いてあるんだけど、ごちゃごちゃ汚くなったら嫌だからやめました。はい、でこういう形でございます。はい、それではですね本日のね動画の方ねご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。